はい、皆さんこんにちは。新型ステップワゴンが納車されて2週間が経ちました。正直な感想を言いますと、この車かなりいいです。ハイブリッド車を購入したのは今までで初めてのことでしたが、停車して発進する時などとても快適ですね。待ち時間などもエンジンが止まりますが、燃費計算をするとかなり経済的な車です。今回はドライブレコーダーを何をつけようかと迷っています。はい、こちらは新型ステップワゴンのですね、3列目シートから見た、映像はこんな感じになります。とにかくですね、室内はホンダ史上最大の空間となっていて、非常にですね、天井高がありますので、3列目に座ってもとても快適な室内空間となっています。続いて2列目に座ってみましょう。2列目に座った時はこんな感じです。新型ステップワゴンはどの席に座っても余裕自由な空間となっていて、快適にドライブが楽しめます。家族みんなが座ってもかなり余裕のある空間となっています。そしてスパーダ以上にはこのようにですね、リアにエアコン操作パネルがあるのもとてもいいですよね。さらにスパーダプレミアムラインには2列目にシートヒーターがあるのは非常にいいですよね。で、2列目そして3列目ですね、エアコンがあります。2列目から前方を見ますとこのようになっています。家族や荷物をたくさん乗せて遠出をしたくなる車ですよね。ステップワゴンの特徴はどの席に座っても特等席というふうに、どの席に座っても外がよく見えるのがいいですよね。現在私のステップワゴンにはドライブレコーダーが搭載されていません。どのようなドライブレコーダーがいいのか検討中です。私は現在新型ハリアーにも乗っていますが、新型ハリアーにはデジタルインナーミラーが搭載されていますので、新型ステップワゴンにも搭載したいと考えています。新型ステップワゴン納車前からこれは必須アイテムだと思っていましたが、オプションのデジタルインナーミラーには録画機能がついていなかったため注文しませんでした。ステップワゴンのように人をたくさん乗せたり荷物をたくさん積んだりできる車は、一般的な鏡のミラーでは後方の視界が確保しづらいと考えていますし、ハリアーのデジタルインナーミラーがとても便利だったので、どうしてもステップワゴンにもつけたいと思っています。欲を言えば駐車監視付きのものがいいなとも思っています。ハリアーのデジタルインナーミラーになります。かなりよく見えます。これは非常によく見えますね。夜間などはですね、暗いところでも見やすく安全確認、後ろの確認ができるようになっています。もし皆様の方でいいものがあればコメントなどで教えてください。今こんな感じになってますね。そしてですね、サンバイザーを下ろしますとこのような感じになりますので、ドライブレコーダーも設置していきたいと考えています。ステップワゴンはこのようにサンバイザーがとても大きいですよね。どのようなものがいいか、これからちょっと探してですね、いいものを取り付けて、またですねこちらの動画の方で紹介していきたいと思います。助手席側から見るとミラーがこのように取り付けられています。ステップワゴンのミラーの付け根部分はこのようにカバーで覆われています。サイドから見るとこんな感じですね。サンバイザーも問題なく使用できて、運転にも邪魔にならないようなドライブレコーダーを考えています。結構サンバイザーが大きいので位置が限られてきますね。ステップワゴンの外から見るとこのようにカメラがついているのがわかります。このようになっています。そして、センターから見るとこのような感じにカメラが装着されているのがわかります。サンバイザーの邪魔にならないところにですね、ドライブレコーダーを装着していきたいと考えています。もしくはドライブレコーダーとデジタルインナーミラーがセットになっている商品が今現在あると思われます。皆さんの方で実際に使ってみてこれはいいよというものがありましたら、コメントの方から教えてください。よろしくお願いいたします。ところでこれから揃えていきたいと思うものに、同乗者が楽しむためテレビや YouTube が見れる何かいいアイテムといったら何がおすすめでしょうかね。 Fire Stick TV がいいと聞いたので、実は Fire Stick TV を購入しました。
しかし残念なことに HDMI 端子をオプションで付けてなかったので、私の場合まずそれを取り付ける必要があります。 HDMI 端子とは映像を映し出す、接続の端子と思ってください。新型ステップワゴンでは HDMI 端子は付いてませんのでご注意ください。こちらはディーラーオプションなので2万円ぐらいで付けることが可能となっています。皆さんはテレビや YouTube を見れるようにするためにどのようにされていますでしょうか。長距離の移動の時など子供が退屈するので走行中も見れるようにしたいです。ぜひおすすめを教えてください。それとディーラーオプションのナビをつけるとステップワゴンにはこのように DVD のスロットがつきます。今までハリアでは DVD が見れなかったので諦めていましたが、ステップワゴンでは見れるなんてこれは嬉しいですよね。ただ家にあるのは DVD が半分、ブルーレイが半分なので、お気に入りのブルーレイを見たいときは対応していないので、ブルーレイも見れるようにしたいと考えています。何かいい方法がありましたらコメントの方からよろしくお願いいたします。それ以外に欲しいものとしてはスマートフォンの、置き場ですね。何かいい使いやすいスマートフォンホルダーがないか今探し中です。皆様の方でこちらもですねいいものがあればですね教えてください。また中央のドリンクホルダーがもう一つあればいいなと、実際に使ってみて思いました。 EHEV ハイブリッドの場合、停止中はですね、このようにですねエンジンがかかってない状態でもですね、問題なく、このようにエアコンが、ついたままの状態でいるので非常に快適に夏場とか過ごせますね。エアコンもよく効くので夏場や冬は快適に車内で過ごすことができます。運転中はトラフィックジャムアシストとクルーズコントロールを使うことで高速道路、バイパスなどの長距離運転をするときは先進機能がさらに充実してますので快適にロングドライブを楽しむことができます。覚えておけば便利、先進機能ということで、動画で説明してますのでそちらの動画をご覧ください。新型ステップワゴンを購入して約2週間が経ちますが、とてもいい車で気に入っています。納車されて一番気に入っているのは何といっても室内の広さではないでしょうか。室内に広さの余裕がありますので荷物や人をたくさん乗せることができます。また走りの方も 2.0 のガソリンと EHEV のハイブリッド車なので追い越しをかけるときなどアクセルを踏むとキュイーンという感じで加速していくので余裕で追い越しをかけることができます。そういったところもストレスを感じなく走行することができるのでとても気に入っています。高速などで追い越しをかけるときパワー不足でやっぱり諦めて戻るということがないのもいいですね。やはりワンボックスカーといっても走る車は楽しいですよね。はい、ということで今回はですね新型ステップワゴンにドラレコを検討中ということで現在の私の車の状況を紹介いたしました。引き続き新型ステップワゴンの情報はもちろん気になっているクラウンやですね ZR-V などの情報もどんどん投稿していきたいと思います。最後にこの動画が少しでもいいねと思いましたらグッドボタンを押していただきますと動画作成の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。また、お気軽にコメントもよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。